始まりました。おはようございます。おはようございます。インスタライブやりま す。いつも通り10分ぐらいの予定です。すごい格好です。早速じゃあやっていきます。はい、これインカメは、はい、はい、もうすぐ後ろのここに見場なんですけども、はい、こんな感じです。そこのそう、ね、ポップの通り今日やるのがカラズバイラミーサファリ、はい、でこれかける一緒に大吾さんのね一緒にの今回コラボの分です。はい、サファリからやっぱり主役やから行くか。そうですね、行きましょう。限定カラーの今回カラズバイラミーサファリが、はい、ピンク、緑、ブルーで、はい、この3色で正式にはスプリンググリーン、うんうんうん、っていうのがこのスプリング グリーンで、ブルーがアクアスカイ、アクアスカイで、ピンクがライトローズ。あ、コメント来ました。おはようございます。色かわいいですよね。可愛いです。ちょっと原色バリバリチックなんで、うん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 、僕も今日こんな格好にしました。あ、なるほどなるほど。うるさい感じの色です。僕はね、色がね可愛いんですよこれ。そう、映像やったらちょっとどうかわからないけど、前に出てただからあのラミの分でもこの色があったんやけど、それと比べたら今回の色のはっきり具合がわかりやすいかな。はいはいはい、確かにこっち結構パステルより、そう、淡かって、うんうんうん、これはこれで綺麗やってんけどね。ピンクも全然違いますよね。うん、こう見たらはっきりと今回色が濃いのがわかります。うんうん、これボールペンで、シャープペンはね、今回ブルーのカラーだけで出てるんで、はい、それボールやな。隣のその黒いこれかのやつ、いや、それ、あ、これや、それそれこれや。シャープペンがあるのはそのスカイブルーか、アクアスカイか、アクアスカイだけ。あ、おはようございます。ラミー値段知りたいですってコメント来ました。値段、ものによってその値段が変わるから、ね、万年筆の方が3630円ですね。いや、万年筆4950円。あれ、これなんや。ローラーボールやわ。あ、ごめんなさい、ローラーボールでした。こうやって見せながら間違えるという。こっち一番年筆は4950円で、ローラーボールが3630円で、これはボールペン、ボールペンは3080円で、シャープがボケる、ぼやける、映らない、あ、映った、3080円です、はい、で今回一応先行のなおかつ限定の販売いうことなんで、そうです、ちょっとご理解いただきたいのが、各色1本までいうふうにさせていただいてるんで、お一人様、家族、各色、家族で来られても1個まで、うん、1家族に1個ですよね。そういうことやね。だからまあまあ限定やね、そういう制約はあるんやけど、これとこれ例えば1本ずつ買ういうのは全然大丈夫。あ、うん、だから地幅違いで色違いでいう人もまあ大丈夫だから、買ってこの組み合わせとかも、あ、かわいい、あ、めっちゃいいじゃないですか。僕これマイアミバイス好きやから、あ、やろうかな。いいですね、かわいい。そうそうそう、あ、インクもあるって。そう、その下が今叫ぶこの絵文字来ましたよ。叫ぶ絵文字。これね、インクいきましょうか。うん、長澤が協賛させていただいてるのが神戸インクの、今回このサファリカラーに合わせたインクで各色出てます。はい、うん、これこんな感じです。そうね、で箱ももちろん今回この限定色仕様になってるから、うん、かわいい、神戸、ね、ブックレットもこれです。あ、ちゃんと解説も、すごい、あ、中にちゃんとそういうの入ってるんですね。入ってます。いつも神戸のその地名のあれちなんだね、解説書がついてるけど、はい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 、ちゃんとこのカラズバイラミーサファリに関しても。こんな感じです。これ色これじゃ伝わらんか。ここね、まあ、こんな感じですね。で、これが緑色。明日にはないかもって、まだ明日ないかも。明日やったらあるかも。明日やったらあるかもしれません。まあ、そうね、ただここでしか売ってないから、今のところ来てもらうしか方法がないねんけど。そうですね、うん、あ、アクアスカイ綺麗ですよってコメント来ました。お、もう持ってはる、早い。これね、これね、色がね結構ほんまに可愛い。ちょっとお値段がね今回2750円です。はい、これ確かにこの色綺麗かも、かわいい、こんな感じ。
瓶に入ってても綺麗ね。綺麗です、うん、でその次が、はい、真下またアシュフォードさんの商品、これ今回はい、これがレザーパッド。アシュフォードのホームページで展開してるのは確か5色ぐらい、結構渋い色やったかな、はいはいはい、それが今回この企画に合わせてポップな感じで3色揃ってます、うんうんうん、内側はいつも通りこの生のままの状態のやつなんですけども、うんうんうん、そう5ミリ厚の5ミリぐらいかな、5ミリやったかな、うん、あの厚めのやつで結構頑丈です、厚いですね、結構厚めです。外繊細そうやけど中はワイルド仕様やからね。ワイルド仕様、うん、ちゃんとこれ折り返せるかなんて。あーすごい、ここの隙がうまーくね、ここだけ薄いでしょ。ああはいはいはい、うん、確かに手帳ってなんか折り返したい時ありますよね。そう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 、そういう使い方ができるし、はい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 、でこれ外せるんですよね、ここ、うん、外してさっきのあの長田さんが言ってたみたいに色組み合わせれるんですよ。これカバーはこっちで、その裏側このピンクとか、ね、合わせたらそういうこともできんこともできちゃいます。さらにここもね、変えようと思ったら変えれるから。ああほんまや、3つの組み合わせやろうと思ったらできる。すごこれあのペンホルダーがちゃんと搭載されてるんで、いいすごいすごい。この3色リングは15mm、うんうんうん、A5 サイズのみの展開です。はい、でこんな感じで、これもお一人様1個までになってます。各色位置が可能やから、だから3つ揃えようと思ったらまあまあ、あ、色では変えるんですね、うん、各色一冊でね。じゃあ次こっち行きましょう。これは一緒にコラボです。そう、今回も初回入ってきた分がちょっとブルーがこれ欠けてるんやけど、ね、浅田さん、レザーリフィルパッドいくらですか？コメントきました。はいはいはい、はいはい、戻ります。これはいくらかな、ね、今回このお値段やね。これは11,500円プラス税12,650円です。はい、じゃあ戻ります。この一緒にさんコラボ、これめっちゃ可愛いと思いました。すごい反応ね、早いいですよね、もう売れてますもんね。ちょっと今日のまた着でなんとか入れてもらうように手はずは踏んでるけど、まだ入ってきてないです。ここ、これねめっちゃ可愛いんですよ。これこれラミーのね、ちゃんと絵描いてある、ロゴが入ってますわな、うんうんうん、ロゴというかあのサファリのね、可愛い。これいいですね。でこれはパソコンの前に置ける横型ノートなんで、これちょっと開いてみてください。開こうか。この形がね可愛いね。で色が同じく全部同じ色あります。ね、これこれ長田さん、これ何ですか？これ何ですか？これ何何何何？カードと小物を持ち運べる。へえ。カードファイルとジッパーケース。へえ。色可愛い。小物を入れるってことですか？そうやね、ここがだからポケットで、こっちがカード入れやね。あーなるほど、うん、便利。それも3色ありますね。3色展開やね。であとはノート、ノートが2サイズ、2サイズ大きい方で、これアソートで入ってる。あ、それかわいい、それかわいい、それめっちゃいいですね、うん、方眼。これもこれなんかね、プレゼントとかにもいいかも。こっち大きい方、大きい方、あーいいですね。いいですね、いいです、いいですね。なんかそういうね、なかなかこういうのないからね。ないですね、そのなんかね、あのパソコンの下に置きたいみたいな、うん、よく言われますもんね、どうしてもね。うん、でちょっと今欠品級ブルーあるけども、あーそれね、それかわいい。あと手帳カバー、あ、そうと良きって、そのままこれを大きくした感じやね、さっきの。うーん、かわいい、いいですね。そのね、このこれがかわいいロゴ、減衰ダイナ、もしかしてそんなことはないか。え、ちゃうでしょ。あ、ほぼほぼ減衰やわーだそうです。でも私的には結構これ気になってたんですけど、あ、それがね、これ奥与さんのあれね、みんなそれこそ好きな野鳥やね、野鳥ノート。普通の普段の野鳥はここがツヤ消しのタイプなんですけども、ね、今回このピカピカです映像でも分かるぐらい使ってますわ。これかわいい。これね、あの、じゃあ野鳥とは、長田さん、野鳥、フィールドノートやから外に例えば持って行って、例えばスケッチするであったり、うんうん、そういうのに使えんねんね。あの作業員の人とかがようポケットに入れてますよね。そうやねん。
でフィールドで実際あれ何やったかな、あの雨よけついてるようなやつとかも出てたかな、ここにビニールのやつ、あはい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 、実際ね落とした人が数ヶ月後に山の中で見つけてもまあまあ穴ポコになったりしとったけど全然その何読めんことなかったっていうのがホームページに確か載ってた。へえ、やっぱりだからタフなんよね。あ、万年筆のインクに適した厚口の特注紙を使用していますって書いてますよ、うん、ここの後ろやね。すごい、これじゃあねそのラミーで書いても書いてもらっても裏写り裏抜けがしにくいと。素晴らしすぎるやんいいやんこれ。だから組み合わせて使ってもらっていいと思います、うんうんうん、値段が594円、税込みやね。はい、これ1冊ずつ欲しいな。これは一応今3点まで OK にしてます。あ、そうなんですね、うん、3点までです。これだからこれで3つ、これで3つは今 OK です。めっちゃ買うやん。まあギフトとかにねする人もおられるっていう想定が、ね、確かに配りたい、あるから。うんうん。これなんですか？これ。これは一応ね定番のお品で出してるんやけども。うんうん。組み合わせやね、あのさっきのこのアイテムと。ああはい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 。へえ。あ、え、組み合わせ？だからブックバンドボードやね。あのこれとかに一緒に。はいはいはい、これ全部使える。これ、あ、すごいすごい。このノートブックデスク用の。あ、なるほど。あ、じゃあこれもし買ったら、そうこれね、これとセットでこっちのサイズやね。こっちやったらこれやね。これを買ったらいいと。そう。素晴らしい。素晴らしい。サイズも15インチ、13インチと書いてあるから間違えへんとは思う。あ、そうや、大事なこと忘れてました。はいはい、今。なくなり次第終了なんですけども、実はこの購入された方にねこれ、緑だったら緑、万年筆やったらペンケースかわいいつくっていうやつで、あとだからこの3色万年筆はペンシーズで、うんうんうん、ボールペンとかシャーペンだったらシャーペンだったらはい、はい、ステッカーね、かわいい、これ私も欲しい。ロゴステッカー、ほら水色めっちゃ可愛い、ピンク、それでありがとうあ、ピンクもあったそうや、かわいい、これが今回ノベルティーです。これめっちゃ可愛い、欲しい、おお可愛いってきましたよ、来ました。いやこれ可愛い、シール欲しい、シールだけ欲しい、うん、シールだけ欲しい、シールだけは売ってないな可愛い、数に限りがあるからね、だからもしでね、シールとペンシーズ欲しければ、ラミーの箱がねいつも可愛いなって思ってたんです。箱どんなんか見せてください。気になる気になる。おお、すごい、あ逆やった、あえめっちゃすごい、ね、これ何ですか。あのここの元々の素材のやつやね、このサファリの、あー、はい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 、今回のだから特別仕様でケース、めちゃめちゃかっこいい、これに数ある限りはお入れさせていただく、そうなんです、これこのケースがなくなったら通常の黒いケースになっちゃうので、まあ、もしそういうのでコレクションしてはる人もいはったらぜひすごい、これめっちゃかわいい、これめっちゃかわいい、前は銀色のやつやったよね、そうですね、そうそう銀でした、でこの仕様にだから今回めっちゃかわいい、じゃあそれとセットでそうですですね、ペンシースとステッカーをもらうには万年筆を買うしかないですか。いやだからどういうことかな、それ両方欲しいってこと、両方欲しい、やっ、ね、ペンシースは万年筆買ったらゲットできます。そうで、シャープとボールペンとローラーボール、そうやね、を買ったらステッカーをプレゼントできます。やった、全部いっちゃおういや確かにステッカーめっちゃ可愛いしね、ペンシース超可愛い、これちょうど収まるから、そうやね、だからギフトにする方でもいけるね、これで、うんうん、私その箱で持ち歩きたいわ、これを可愛い、これをまあ結構頑丈そうやけどね、だってめちゃペンケいいペンケースじゃないですか、いいねえ、かわいい、よいしょ、逆やったな、さっき逆でしたね、うん、失敗しましたね、失敗したねまあこんな感じでございます。売り場はもう
長沢の入り口入ったすぐにもう設置してますので、すぐ分かるかと思います。派手な人が後ろに立っている、色合わせたらしいです皆さん。こんな感じで並んでます。よいしょ、はい、はい、ではこんな感じで終わります。はい、ゴールデンウィーク皆さん楽しんでください。朝からありがとうございました。バイバーイ。